ビデオカメラのデータ復旧を行いました。兵庫県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは、ビクター、エブリオ、GZ、MG330。誤って全てのデータを削除した。削除した後は撮影を行っていないという状況です。データ復旧処理を行い、およそ9時間20分の動画データの復元に成功しました。また、テレビで見られる DVD に変換してお渡ししました。